まあ、このねシャッターのパシャっていうスピードです。パシャっていうスピード、このシャッターのねパシャっていうものを速くするか遅くするか、もうこれだけです。これですよ、これですよ。見てこれ、もういもうさ、今年いきなり桜咲きすぎやろ。もう焦るねん桜よ。そうだから、ブレっていうのも2種類あって、さあ果たしてシャッタースピード2000分の1秒、めちゃめちゃ超高速シャッターで無事電車をピタッと止めることできるんでしょうか。みんなもこれ iPhone で写真撮ってますが、カメラを買いに行きましょう。皆さんヨドバシカメラやレッツラゴー。20秒というね、あの時間をね1枚の写真に閉じ込めていきたいなと思います。あーだー、うわゆうとび本庄動画学校でございます。シャッタースピード完全攻略校だ。それでは早速撮っていきましょう。はい、ということで本日はシャッタースピードについてのね動画を撮っていこうと思います。前回ね、あの F 値とか絞りのね完全攻略法材料で動画を作ったんですけども、次はねシャッタースピードのね説明をしていきたいなと思います。もうこの動画1本さえ見ればね、シャッタースピードに関しては完全マスターしていただけるようなね内容を今から作っていこうと思ってますんで、皆さん楽しみながら学んでいきましょう。ということで、もうちょっと初めにちょっとね軽く、あのシャッタースピードってなんやねんということをね分かりやすく簡単に説明していきたいなと思います。はい、ということで、シャッタースピードとはなんですけども、シャッタースピードもそのまま文字の通りでシャッターのスピードなんですよ。シャッターの速度ですね、シャッターの速度。このシャッターあるじゃないですか、シャッターって、あのこのね、あのこのボディの中にあるこのシャッターですよ、あのパシャってなってるやつ、パシャってなってるやつ、これを開いてね、その開いた間の光がこのセンサーの中に当たってるとか、まあ、そういう難しいことは置いといて、とにかくまあ感覚的にシャッターっていうのは分かっているような気がしますんで、そこは置いときまして、まあ、このねシャッターのパシャっていうスピード、パシャっていうスピード、このシャッターのねパシャっていうものをめちゃくちゃ速くパシャってするか、めちゃくちゃ遅くパシシャンってするか、早くするか遅くするか、もうこれだけです。もうほんまシンプル、早くするか遅くするかで、シャッタースピードを速くしたらどうなるか、シャッタースピードを遅くしたらどうなるかっていうことなんですけども、シャッタースピードをまあ速くしたら撮りたいものがブレない、ほんでね光を全然取り込めない、暗くなる。で逆にシャッタースピードをパッシャンって遅くしたら撮りたい被写体とかがブレる、そして光がねめっちゃ取り込めるんでめっちゃ明るくなる、ブレない、暗くなる、ブレる、明るくなる、もうこれだけです。これだけ、これをいかにどうやって使うかっていうことなんですよ。まあ、例えばですよ、めっちゃ簡単に実践していきますと、このあの M って書いてある右の数字ね、このこれがねシャッタースピードのね速度を表す数字なんですよ。遅くしたら30秒のシャッタースピードとか、逆に早くしたらね15秒のシャッタースピード、10秒のシャッタースピード、5秒1秒のシャッタースピード、ほんでもっと早くできます、もっと4分の1秒のシャッタースピードとか、10分の1秒のシャッタースピード、これ 0.1 秒のシャッタースピードですよ。シンプルにもっと早くしていったらね、こんな1000分の1秒 0.001 秒みたいなねスピードになるんですよ。ほんで例えばじゃあもうめちゃくちゃ速い数字 0.008 秒みたいな、8000分の1秒、このねシャッタースピードで撮ってしまうと、こうやってもうめっちゃ写真も真っ暗になるんですね。これがさっき言った早くしたら暗くなる、このシャッターをこうパッシャンってね、こうこの開けてる間に光を取り込もうとするんで、ブン、ほんま1000分の1秒しか開けてないんで、全然ね光こうやって取り込んでくれないと。ほんで逆にじゃあ次ちょっと遅くしますよ、遅くじゃあ1秒とかね、結構遅めの速度にすると、もうこう見てもう真っ白、もう何が何だか分かりませんみたいな感じで、いっっていうめっちゃ遅いスピードなんだけど、ほら見て何も見えないでしょ、光取り込みすぎてね、もうこうカメラももうびっくりしてるんですよ、もう眩しすぎるわボケ言うておりますよカメラが。これはねもうパッシャンって、もうこんな明るい時にねいっぱいシャッターを開けすぎたことによってね、光をね取り込みすぎちゃってるんですね。まあ今のでね、だいたいこう早くしたら暗くなる、遅くしたら明るくなるのは分かったと思うんですが、次早くしたらブレない、遅くしたらブレるっていう説明、これももうほぼ分かってる方も多いと思うんですけども、いや改めて説明すると、まあ遅い方から説明しますね。パッシャンってこうね、遅い間に例えばねこうゆうとびが動いたりとか、持ってるカメラがこう動いたりとか、そうするとねパッシャンの間に映ってるもん全部映るんで、それでブレるんですよシンプルに。で逆にパシャッパシャってめっちゃ速いスピードやったら、もちろんねもうその間にね
頑張って動こうとしても、もうその一瞬 0.001 秒の間しかこの映ってないんで、どんだけこう動いてもね、こうブレないと。もうシンプルにそんな感じなんですね。ほんでですよ、ほんでですよ、皆さん。シャッタースピード速いと暗くなる、遅いと明るくなる。だからこういうね、例えば昼間とかやったら、シャッタースピードをね、速くできるんですよ、速く。逆にパシャって速くしないと、さっきみたいにね、もう真っ白になるんですね。で、逆にね、これがこう夜になると、パシャってめっちゃ速い速度にしちゃうと、こうパシャってもう全然ね、光をこう取り込めないんで、暗い状態でパシャってしちゃうと、逆にもう真っ暗の真っ黒な写真になっちゃいます。だから夜はこうパシャって遅いシャッタースピードを仕上げることで、こう適切なね、明るさにすることができるという感じなんですけども、それでなんとなくシャッタースピードのことはお伝えできたということで、まずは今回1枚目、シャッタースピード2000分の1秒という超高速の世界をね、皆さんにお見せしたいなと思います。まあそこまで速くする必要もないんですけども、まあ、なんかキャッチーじゃないですか。ということでね、電車を撮っていきます。電車初撮り鉄デビューします。まあ、電車ってね、こう動いてるんで、パッシャンって遅いシャッタースピードにしちゃうとね、その間に電車が動いてブレてしまいますと。なのでパシャってめっちゃ速いスピードでこの電車を撮って、動いてる電車をピタッとね止めていきたいなと思います。ということでですね、皆さん、これですよ、これですよ。見て、これもういい。もうさ、今年いきなり桜咲きすぎやろ。もうほんま焦るねん、桜よ。もうちょっとこちらのペース合わせてゆっくり咲いてくれ、マジで。今年の桜、皆さん焦ってる方多いんじゃないでしょうか。マジもうほんま1日2日で一気にね、分厚をね、躍動しておりますんで、急遽撮りに来ました、桜。ほんでこの桜と奥にね、ここちょうどね、電車が通るんですよ。なのでこの桜と、なんかこの謎に手前にも白い、なんか綺麗なね、可愛いですね、この花。この花をね、前ボケに入れて額縁構図みたいな感じにして、奥のね、電車をピタッと止めて撮っていきたいなと思います。さあ、果たしてシャッタースピード2000分の1秒、めちゃめちゃ超高速シャッターで無事電車をピタッと止めることできるんでしょうか。撮っていってみたいなと思います。ということで、ここを縦コーゼ撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回はね、シャッタースピードの説明をしたいので、マニュアルで撮っていきます。まず F 値は一番低い 2.8 にしました。周りぼかしたいんで、桜とか前ぼけにしたいんで 2.8 にしました。で、次にシャッタースピード決めます。今回ね、2000分の1秒という、ね、めちゃくちゃ速いスピードにします。で、これだけやったらね、ちょっとだけまだ暗いんですよ。なので ISO をね、400まで上げます。2000分の1秒っていう、もうパシャッとめっちゃくちゃ速いスピードなんで、全然ね、光を取り込みません。ただちょっと今回なんとなくこれ2000分の1秒で撮りたいんで、もう ISO でね、もう無理やり上げちゃいます、明るさを。まあ電車やからね、シャッタースピード500分の1秒とかにしての ISO100 とかでも別にいっちゃいいんですけども、今回ちょっと許してください。2000分の1秒で撮りたかっただけ。でもマニュアルやったらね、こんな感じで決めたんですけども、これね、別に A モードでもいいんですよ。 A モード A モードにして F 値をもう 2.8 に決めます。で、シャッタースピードはね、自動で決まってくれるんで、この、ね、ISO を自分で動かして、シャッタースピードが2000分の1秒になるところまで ISO をね、こうやって動かしていきます。まあ、そしたら ISO400 の時に、このシャッタースピードがね、自動で2000分の1秒になりました。あー、今撮りたかった。まあいいや、これで反対側の電車が来ることでしょう。ということで、この設定、どうでしょう。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、ど真ん中に電車入れて、額縁構造、桜と手前の白い花を入れて撮ってみました。ほんでこれでね、シャッタースピード2000分の1秒めちゃくちゃ速いパシャッっていうスピードなんで、全くね、もうこれぐらいの電車のスピードやったらね、電車なんて全然ブレてない。これがね、もうちょっと遅い、まあ 0.5 秒とか何秒ぐらいの10分の1秒とか、それぐらいのスピードになっていくと、この電車がね、ずっと進んでる間にシャッターがパッシャンぐらいになっちゃうと、電車がね、こうブレてしまうんですよ。被写体ブレっていうのと手ブレっていうの、ブレがね、2種類あるんですよ。手ブレはね、よく聞いたことあると思うんですよ。手でこうさ、人間が持ってる間にさ、シャッタースピード夜とかこうパッシャンって遅くなっちゃうんで、その間にね、こう動いちゃって手ブレしてしまう。逆にね、こうこっちが確実にね、バチッと止まってたとしても、シャッタースピードパッシャンって遅い間に被写体が動いちゃってる場合もあるじゃないですか。その場合はね、手ブレはしてなくても被写体ブレがする可能性があるんですよ。なので、シャッタースピードパッシャンって遅くした時のブレも2種類あって、手ブレと被写体ブレ、このね、2つを注意して撮ってみてください。意図せずにブレちゃったブレっていうのはね、もう一番ね、写真では失敗例になってしまうと思いますんで、とにかくね、変にブラさないようにしてください。あえてブラす方法もありますんでね、それはちょっとこの動画の後編にね、話していきたいなと思います。ということで、もうちょっとだけ、これせっかくさ、桜がね、こんなに咲いてるんで、桜のね、写真を撮っていきたいなと思います。ということで、次、
はい、ということで次なんですけども、次ちょっと待って、もっとめっちゃ綺麗なね桜スポット見つけました。ちょうどね上からもう綺麗にね満開の桜がこう垂れてきておりまして、このね桜を額縁構造で使っていきたいなと思います。ほんでねこういろいろ探したんですよ。いろいろ探した結果ですね、この辺ですね、この辺。あかん、ちょっとレンズ変えよう、これじゃ伝わらん。はい、これでね今 2470mm のレンズで切り替えました。今回ちょっとね 70mm にしてね、あの圧縮効果を効かせて手前のね額縁をめっちゃ綺麗にねぼかしたいなと思ったんで、この今つけてるこの 2470mm の 70mm 側で説明していきます。いきますね、ここです、ここをですね望遠 70mm にしてあげると、ググッと奥にピント出して、ここです、ここにしてあげるとですね、皆さんここまあど真ん中に電車が通ります。で右下の方綺麗にねこの斜めに桜の前ぼけ入ります。ほんでこのちょうどね左側縦構図にした時に、左側にねこの桜がね縦にピコって入ってくれるんですよ。ほんでかつこの上、ここの上のねこの辺の桜、ここもね綺麗にボンボンになっておりまして、こいつらもね綺麗にね前ぼけで入っていただきたいなと思います。ということでこうですね、ほんまもうこのちょうど間ですよ、この間ここを取っていってあげたいなと思います。ほんであとこのね下にあるブルーシート、このブルーシートはね後で部分修正でね消していってあげたいなと思います。ということで電車やおこい10分に1本かな、ここもうあとちょっと待っていきたいなと思います。一回失敗したら10分待ちやから絶対成功させてきます。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、さっきのねあの1枚目の写真より桜が完璧に入れれてね綺麗な写真になったのではないでしょうか。ちょうどねあの光も太陽の光も出てきて、しかもね今4時か5時ぐらいなんで、非常にね綺麗な柔らかいねオレンジ色の光が桜に当たって、桜のね綺麗さもねあの一段と上がったのではないでしょうか。いや、やっぱもう桜とか梅はなんだかんだ光ないと映えないですね。晴れた日に青空バックに撮るか、もう光がちゃんと当たってね綺麗なオレンジ色っぽい感じでね花びらをね生かして撮るか、やってみてください皆さん。でまあ今回ねこの動画ではあのめっちゃ2000分の1秒とかめちゃめちゃもう速すぎるスピードであえてね ISO も上げちゃって撮ってるんですけども、電車ぐらいのスピードやったらねそんなに速くなくても大丈夫です。500分の1秒とかでもね絶対にブレないと思いますんで、まあ、そんなねめちゃめちゃいいレンズもいいボディも必要はないので、ね、ぜひね皆さんやってみてはいかがでしょうか。ということでね、もう今だんだんこの太陽が沈んでいってくれましてですね、もうちょっと暗くなっていったら次はねこのシャッタースピードをめっちゃ遅くして撮るっていうね楽しみ方がありますんで、それをねやっていきたいなと思います。ちょうどねここ川が流れてるんで、その辺のね川水の流れを生かして、次は逆にねシャッタースピード超スローシャッターの世界をね皆さんにお届けしたいなと思います。ということで日が暮れるまで待っていきましょう。はい、ということでまだ若干空は明るいですが夜になりました。夜桜良きです良きです。みんなもこれ iPhone で写真撮ってますが、カメラを買いに行きましょう皆さん、ヨドバシカメラやレッツラゴー。ということでですねこう夜になりまして、次はねこのシャッタースピードめちゃめちゃ遅いパターンのね写真を撮っていきたいなと思います。さっきねシャッタースピードをめっちゃ遅くしたらもう真っ白にさ白飛びしたじゃないですか。明るくなりすぎたらねあえて真っ白になるんですけども、こうやってね夜の時間、夜になったらシャッタースピードを遅くしてもあんなに真っ白にならない絶妙な、ね、明るさで、ね、写真を撮ることができるんですよ。でも逆にシャッタースピードをねパシャって速くするともう真っ暗の写真になってしまうんですね。まあ、例えば仮にねこれシャッタースピードを2000分の1秒で撮ってしまうと、これねもう全くねこう見て何も映ってないじゃないですか。ピントも合わへんやないかい。でこれをですねこうシャッタースピードをねこうやって遅くしていきます。もう10何秒とか20秒ぐらいするか20秒ぐらい、おりゃー遅くしていきます。20秒間シャッターをね開け続けるんですよ。これで撮って上げるとですね、いやもうねめちゃめちゃねすごいね写真になるんですよ。ということでまあ百聞は一見にしかずということでね、とりあえずシャッターを押してみたいなと思います。さあ果たしてシャッタースピード20秒の世界、20秒というねあの時間をね1枚の写真に閉じ込めていきたいなと思います。ということで早速20秒撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、いやめっちゃもうね幻想的な1枚になりました。20秒間パスシャンってシャッターを開き続けることで、こんなね暗いところでも明るくね写真を撮ることができました。でかつねこれこう水、川が流れてるんですけども、その川の流れをシャッタースピードをね遅くすることで、こんなねもうトロットロにすることができるんですよ。でもう水面がすごいね滑らかになってると思います。これもねシャッタースピードパシャっていうねスピードにしてしまうと、こんなにね滑らかな水面にならないんですよ。ということでこのねシャッタースピードを遅くすることで、そのシャッターのバッ
車っていう間に通ってるもの、このまあ川、水の流れとか、まあ車の光のラインとか、まあ花火とかいろんなもの、そういうものをねこう線にすることができません。でこのね20秒間ということなんで、もちろんね手で20秒耐えることはできません。絶対ねこれ三脚立ててください。これ三脚立てずにね20秒耐えれた人、それ人じゃないんで気をつけてください。皆さん人じゃなくならないでください。皆さんでさあここ三脚なかったとしてもね、地べたに置いたりとかカバンの上にカメラを置いたりとかしてカメラを固定してあげても全然撮れますんで、とりあえずとにかくねカメラは動かないようにどっかにポトンと置いた状態でシャッタースピードに遅くしてあげてください。ということでちょっとねもう1枚だけねちょっとなんか試したいことがあるんですよ。それちょっとこの後のシーンで、もし撮れたらこの動画続きますが、撮れなかったらもうエンディングのねパッパラパーンがなると思いますが、どうなるかお楽しみに。ということでちょっと撮ってきてみます。はい、ということでこんな感じの写真が撮れました。この写真でシャッタースピード10秒 F11 の ISO2000 です。何往復もしましたけどね、なんとかこう納得のいくポージングかつ納得のいくね攻防の絶妙な位置をね入れることできました。いや素晴らしい素晴らしい。この前のねF1の動画を見ていただいたら、このね攻防向上このウニウニをねもう勉強していただいてたと思うんですけども、最後はこのねF1とシャッタースピードをね組み合わせた写真を撮ってみました。F1は大きくして光をウニにさせる、かつシャッタースピードを遅くして下のこの水の流れをね滑らかにしました。シャッタースピード10秒やったんでね、もう頑張ってこうピタッと止まって、その間に被写体ブレ、ゆうとびのね被写体ブレしないようにピタッと10秒間頑張って止まって撮った1枚がこれですね。このシャッタースピードを遅くしたり速くしたり、かつこの F 値でこう絞りを開けたり閉じたりすること、この組み合わせでね写真ってこうできていくんですけども、また今度それについての詳しい動画もアップしようと思います。ということでもう撮るものないので終わります。はい、ということで本日はシャッタースピードについてね解説してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。シャッタースピードはもう速くするか遅くするかこれだけです。で速くしたらパシャッともう被写体ブレ手ブレもしない、でも暗くなってしまう。シャッタースピード遅くしたらパシシャンってこう被写体ブレ手ブレしてしまうけど明るく映せる、その2つの特徴を把握して理解していろんなね今日撮ったような写真表現に落とし込んでいくっていう感じになっております。ほんでこの最後の写真みたいにシャッタースピードとこの前話した F 値、これを組み合わせることでまた一つ違った写真表現を入れれることができると。いろんなねそういう設定によってね写真の表現っていうのはねバラバラで無限にね出すことできますんで、皆さんなりのね表現を見れてて写真に落とし込んでいきましょう。ほんであとねシャッタースピード遅くする方法、夜にしかね遅くできないのかっていう話なんですが、 ND フィルターっていうものもね売ってるんですよ。でその ND フィルターをつけたら真っ昼間明るい時でもシャッタースピードをねパッシャンって遅くすることができるんで、そんな動画もね過去にアップしてると、アップしてますんでそれもぜひね見てください。ということでもう喋ることないので帰ろうと思います。また桜別のとこ撮りに行きます。さよなら、バイバーイ。